Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 Something about somewhere in Times Square? Alrighty then. Let's get the heck. Oh, wait a minute. Can I just do. Oh, wait, now. We can't summon her just right off the bat. We need to find. Yeah, we have to go all the way over there. Go, 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 go. And yeah, we have not. No, wait. We did encounter the thing. Yeah, we encountered the freaking cutscene. Somewhere back in Strea's story. Yeah, because we didn't do the thing. So we activated just out of nowhere, so. I was kind of curious as to why I haven't not seen the freaking story yet, but oh well. Here we go. Oh, いた。シリカだ。こっちに気づいていない。声をかける前に様子を伺うか。どこかを向いている。空を見ているのか。あ、ため息をついたぞ。肩が震え始めた。泣いた。おい、シリカ、何があった？泣かしたやつはどうした？泣いた原因が俺だったら、むしろいない方がいいのか。だから違いますって。落ち着いてください。そうか、落ち着くのは俺の方か。落ち着け、落ち着くな俺。あれ泣き笑いになった。焦りすぎですよキリトさん。前にシリカが泣いていた時を思い出してさ。あの人同じ顔をしていた。ああ、また泣いた。違います。これは嬉しくて。嬉しい。全部話しますね。ピナのいない寂しさか。このアンダーワールドにはソウルトランスレーターでログインしていますから、当然ピナがいません。自分一人で戦わなきゃいけなくて、今まではそれでもよかったんです。でもここ数日ピナがサポートしてくれるタイミングがあるんです。敵の攻撃の合間にここって感じに、戦いの中でここって感じて。でも横を見るとピナはいなくて、胸がギュッて痛くなるんです。ピナはこの世界にいないんだ。そう思うと耐えられないほど胸が痛くて。ピナが死んだ時のあの胸の痛さとそっくりで。ピナは生き返ったじゃないか。分かっています。いつか会えますよね。でもアンダーワールドは
気軽にログインしたりログアウトしたり、そういうものではありませんから。どうしても長期滞在になってしまうからな。ホームシック、いや、ピナシックだな。ピナシック？どうして顔をそらすんですか？自分でも言っててバカな表現だと思った。認める。若気の至りだった。頼むからスルーしてくれ。キリトさんはそうやって変なことを言って励まそうとしてくれているんですね。まあな。でもピナシックはダサすぎます。採点するなら、そうですね、100点満点中2点です。点数低っ。嘘ですよ、本当は200点です。やっと笑ってくれた。嬉しいんです。さっきも言っていたな。ピナが死んだ日、諦めよう、そう思いました。今日もそうでした。諦めよう、そう思っていました。でもまたキリトさんが来てくれた。あの日、たった一日だけお兄ちゃんになってくれた人が、また私を助けに来てくれた。言葉にならないくらい嬉しくて、止めたはずの涙が溢れちゃって。そっか。大丈夫です、元気が出ました。私、任務に戻ります。よし、アインクラッドごっこをしないか？はい。残念ながらピナはいない。でもアインクラッドに似たものならアンダーワールドにもある。シリカにもそれを見せたいんだ。どういうことですか？それだけじゃない、任務の助けにもなる。一石二鳥だ。要するに俺もちょっと困っている。手を貸してほしい。でもシリカの手助けになりたいのも本音だ。どうか頼む、またシリカのお兄ちゃんにならせてくれ。はい、キリトさんと一緒にいられるのなら。ありがとう。よし、出発だ。シリカを笑顔にしながら任務もこなすぞ。任務地はどこですか？南帝国南の回廊。そこで行われている悪事に終止符を打ちたい。ただそこに行く前にちょっと寄り道。どこへですか？言っただろ、アインクラッドに似たものならあるって。アインクラッド47層、通称フラワーガーデン。あ、ピナを復活させるために行った思い出の丘があるところ。あの場所に
ぐずぐずしていたら置いてっちゃいますよ。それはかなわないな。じゃあ南の回廊に行くぞ。We still have a long ways to go to get to the freaking southern corridor. They actually add the offering chamber as a mark right there, which wasn't there before, as you can see in the map. But when we zoom in, yeah, it's right there. Which, that's a little detail. Pay attention to detail. Alrighty then, now that we got Homegirl in the squad for this story, let's keep on going. To the other side of the freaking shore. Swim as fast as we can. There was a save point right next to it. I think I knew about it a long time, but I never even did the check mark. Well, I probably did the check mark back then, but now would make the trip much, much more easier. There was a save point. I think before I resetted the game, there was a checkpoint that I did. Alrighty then. Here? That's more than four. Okay, what's with that sword? Hey! I was gonna say, put her in the freaking squad. Oh my god, he's a big guy. Can I finish this guy off right away, please? As we're trying to get used to using this weapon. Oh my gosh. Okay, Dad, can we recruit you? Hey, wedding dress girl. Join the party. Let's go. Zemini 3, where were you? I think this is the path. Hey, yo, where was the path that we were going? Go through here. What? Okay, that's not... Reach the marked location in Ryan Lakeshore? But this was the location that we're supposed to go to. We're supposed to get to a cutscene? There, you're not playing games with me. You better not be playing games with me. Why didn't you activate? ちょっと明るいか。シリカ、日が暮れるまで待とう。忍び込む？この先が問題の場所。南の回廊だ。とりあえず忍び足をしながら近づこう。はい。
は見覚えがないか。以前ここにいたジャイアント族でしょうか。ジャイアント族と似ているが少しだけ違うみたいだ。確かに少し見た目が違いますね。あいつは本来ここにいてはいけない亜人なんだ。どういう意味ですか。この地方の伝承に夕闇の門というものがある。その門は異界へと通じていて、この世ならざる者がやってくる。この世ならざる者、それがこの人たちですか。正しくはこの世ならざる者の中の一つかな。前にこの回廊に来た時はあいつらはいなかった。門を通じてやってきて、この地域の魔獣を制圧したんだ。悪いことに連中は人さらいもやっている。大変な事態ですね。どう対処しますか。いずれあいつらを駆逐するとしても、まずは行方不明者の居場所を把握しないと。これから回廊に潜入し情報を集める。わかりました、行きましょう。かなり危険なんだけど大丈夫か。危なくなったら。フラワーガーデンの時もどうにかなったじゃないですか。そうだけど。あの頃のキリトさん、攻略組って呼ばれていましたよね。当時キリトさんとのレベル差は33もありました。どうしたって埋まらない差です。どんなに望んでもキリトさんのそばには立てない。一緒の戦場で肩を共に並べて、お互いの背中を守り合うような存在には一生なれないんだって。だからたった一日限りのお兄ちゃん、一日が終わったらまた別々の道を歩まなきゃいけない。そう思って引き止めずにキリトさんの背中を見送りました。それがアインクラッドでの私の思い出です。私を見てください、今の私を。あの時よりも強くなっていませんか。キリトさんの背中を守れそうにないひよこのままですか。いや、肩を並べるには十分だ。頼むよシリカ、俺の背中をしっかり守ってくれ。はい、キリトさんこそちゃんと私の背中を守ってくださいね。そこまで言われちゃ俺も本気を出さないわけにはいかないか。フラワーガーデンで私が食事のやつに襲われた時みたいに立ったままで放置するのはやめてくださいね。うん、一瞬変な間がありました。そう気のせいじゃないか。どうして急に目をそらすんですか。別に、それにしても暑いな、ここ。なんで顔が赤くなるんですか。やっぱりあの時見たでしょ。Okay, now that we've gone through that, let's keep on going to the main area that we're supposed to head at. Can I just jump here? Thank you. I think there was no point of me going through all that. I think it was through here. Go through there. Make a right. And we just have to go back to where we came. Dodge you guys. Go through there.Make our way up, touch that, make a left, another left, going up, left, and here we are, the Stairfront Plaza. ここだ。前回の調査はここまでだった。ここから先に行くには鍵を手に入れないといけないのか。でも誰が鍵を持っているか分かりませんよ。そうだな、ここで隠れていて誰かが開けるのを待つか。扉の中からです。待ってる場合じゃないな、
周辺の奴らが鍵を持ってるはずだ。そいつをダッシュしよう。So who would it be? Give me Philia and Straya in the squad. Hey, what are you doing? Oh, what are you guys doing up front? 85? Hey, yo, where was the thing I'm looking for? What the heck? Okay, where exactly are we gonna go? We lost the map. Oh, defeat the guys. Gotcha. Beat them up. Well, that's sad. I thought we were wrestling some of them. No, it says defeat demon attendant. The tentacles guy. Next. All they did was change the color and add a helmet to it. That's all they did. I think that's the exact same move from Hollow Realization. We don't even talk about that game. I'm just saying. Even though I realized I could have gone in depth game mode with that one, just to raise some experience points, but we still don't talk about that game. Why is this one taking longer than the other one? Looks like he's about to attack. Oh shoot. Double helix! Get rid of him! Thank you. Okay. So we're just gonna comb around the area just to beat him up. Gotcha. Should've told us before. Huh, another one. Hey yo, you guys wanna help out? We got a freaking ogre. Freaking demon attendant just beat up. Let me see. Fatal thrust. Oh, it's the same thing. We can only go level one. Hell screech. Alright, number three down. I thought I saw one that's like right next to us. Hey, who turned on the freaking thing? I didn't turn on the experience thing. Someone did. Some sever. He's gonna whack us down. Hell screech. I don't really know what that sounds like. Double helix! Beat him up. We obtained 6 skill points. Not even bad. 4 down, 6 to go. We just skipped 2 back behind us. Okay. This is an empty room, isn't it? Back over here we go. Open this door we go. Or it's already open, I guess. Hmm? Where we go? Pick it up because I need more material. Go through here. Open the door. Don't release them. Can't open from this side, god damn it. There probably could be more, unless they decide to spawn back. Sup, you 4 wayfarers? No, we have to stay here. Yeah, this is where we came from. From the looks of it.
How did I open that door? Oh well, I guess it's a shortcut. Speaking of shortcuts, which is not... Why did you just spawn in front of us? What kind of sword she's using? It's cool. Like, the moment I was passing by, like, I saw something blue, I'm like, wait a minute. Back up. Back up. Mind your business, man. Mind your business. Get on out. Get on out. Get on out. Thank you. Then wouldn't there be one, like, right behind us? Alright, five more. We just blindly missed the other two because I didn't know what the objective was. Alright, beat those two guys up. Who are we targeting here? Thank you. Why did they add this thing to it? There's grunts. Unless there's a calamity plant somewhere around. Missing. That's what it's really used for. Get on. Dodge it. Thank you. Four more. Three more. Or two more, I guess. Whatever. I don't know math anyways. How do I get to a level 3? Beat him up. The voice screaming. Obtain jailer's key. この大きさ、この鍵ならあの扉を開けられそうだ。急ぎましょう、キリトさん。All right, let me turn, make a U-turn around. Hey, Chess, that was not there before.What is sealing the power? I didn't see no enemy the moment we arrive. Alright, back to where the heck we came from. Give me that chunk of snuff silver. よし、扉が開いたぞ。早くさらわれた人たちを助けましょう。